奈良市の市長の宮本大輔です。3月2日火曜日午後6時現在のお知らせです。第123回目の発信となります。この動画は平日の火曜日と金曜日に発信しております。説明欄から見たい項目だけ見ることもできますし、コメントを書き込むこともできます。お寄せいただいている皆さん、いつもありがとうございます。ぜひこのコメント機能をご活用ください。今日は市議会開会中ということで、遅い時間現在の発信ということになっております。はじめに市内在住者の感染状況についてですが、思わしくありません。減らないどころか急増。人口10万人あたりで言いますと東京都を上回りました。これは記憶する限りでは初めてのことかなというふうに思います。先日市内におきまして、集団感染クラスター発生の発表がございました。でさらには他市のクラスターの中に奈良市の市民が含まれているという発表もございまして、その結果前回発信日から昨日までの4日間で37人の新たな発表が千葉県などからございました。これで奈良市の市在住者の新規感染者の累計は836人となっております。で、先週の木曜日現在千葉県が発表している現在の感染者数は40人、ご覧の通りとなっているんですが、おそらくこの値も急激に増えていると思われます。で次に千葉県の状況でございますけれども、千葉県につきましてはこのような状況です。累計につきまして累計退院療養終了そして死亡者がこのような形で増えておりまして、その結果感染者数自体は奈良市の市とは逆で千葉県の平均は減っている。でまあ、ただ入院中は増えている、その他は減っているという状況です。で先ほど言いました人口10万人あたりに直した数字、1週間の数字ですけどもこちらとなります。奈良市の市の先週昨日までの1週間昨日までの1週間の新規感染者の発表が47人で、実はクラスターを含まなくても27人という数字になります。でこれを当てはめますと、奈良市の市ではクラスターが込みの状態で 26.83 で、クラスターがない状態でも実は 15.42 でして、千葉県 13.53 東京都 13.54 よりも上回っている。千葉県の平均が東京の平均を もうほぼ同じで、奈良市の市は千葉県の平均よりもそして東京都の平均よりも上回っている、こういう状況です。で、当然グラフに直しますとこのような状況になっておりますが、ここのところです。黒い実線、これがクラスター込みの数字です。で緑色、これちょっと判別つきにくいんですけど、要はもうほぼ同じか奈良市の市が上回っている状態、このような状況になっております。で奈良市の市、やはりこう 集団感染をやはり抑えなければいけないということの中で、もちろん万全に対策は取っているという形なんですが、やはり余波というものがあるのかというふうに思います。でそういう中で、じわりじわりとこう増えていくというような状況の中で、クラスターが発生してしまうと一気に、広がってしまうと、こういう特性めいたものがあるというふうに考えます。今まで動画配信してきた中で、増える時というのは急激に増えるというような感触です。で今これも日常言ってることですけど、変異ウイルスとかいろいろなことが言われていたりしますけども、取る対策は常に変わりません。鼻と口をしっかりマスクする、手をこまめに洗う、換気をしっかりする、そして会食は基本的には控える。今緊急事態宣言ですから外出は自粛する、不要不急不必な外出はしないということですね。そういうようなことと改めて基本を見直しましょう。
で、特に感染リスクが高まる次の5つの場面、これは絶対に避けましょう。でさらには日常生活の中でも、食事するときにはもう寡黙に、そしてなるべく一人で行いましょう。そして常にマスクする、そして惜しまず換気する、もうとにかく基本的な感染対策をしっかりやっていれば感染症、この感染症にはかからないということで方々でもう言われております。ぜひこのことを実行しましょう。で、47人の内訳なんですけども、まあ、ご覧の通り、この70歳以上の方19人、60歳以上の方9人、まあ、ここのところはまさにクラスターの中に入っているわけですけども、注目は70歳以上の方、60歳以上の方でも無症状の方がこれだけいらっしゃる、5+7 で12人が無症状なんですね。でこれも一つ最近の特徴なのかなという感じです。であとは感染経路が分かっているケースが割と多いという部分も特徴でありまして、とにかく、まあ、正体がある程度こう分かってきている中でしっかり対策を改めて徹底するということは大事です。よろしくお願いいたします。でなお感染者に対応しますのはいつも千葉県が設置している習志野保健所です。で、こういうような状況ですけども、不必要な情報収集、そして個人の特定詮索をしないということ、これについてもどうかよろしくお願いいたします。続きまして、3月8日以降の習志野市における施設イベント等の対応についてお知らせいたします。今のところ3月7日が緊急事態宣言の、まあ、の期限というふうにされておりますが、まあ、ご案内のように今いろいろな議論があります。でそういった中で習志野市3月8日以降につきましても基本的には12日金曜日までは現在の対応を続けます。現在の対応というのはすなわち緊急事態宣言に対応した対応でございます。でこれにつきましてはですね、今週いろいろな多分動きがあると思いますが、いずれにしてもギリギリまでその判断がつかない可能性があると考えています。急激な変化にもしっかり対応できるように、逆に習志野市としては8日以降もしばらくは今の対応を継続するという形を取ります。何卒ご理解ください。でなお3月13日土曜日以降の対応につきましては3月10日水曜日までにお知らせいたします。続きまして、ワクチン接種についてでございます。で、コメント欄にもありましたけれども、予約の一元っていうのがどういうことかということも含めまして、今一度お知らせいたします。で、まずですね、コールセンター、新型コロナワクチンに関するコールセンターを開設いたしました。で、今は相談を受け付けています。でそれがこちらです。新型コロナワクチンコールセンター、相談、0570-002-322、午前8時30分から午後5時まで、土曜日日曜日祝日を除く。で、今は相談のみです。これちょっと近づけましょう。すいません。もう一度お見せします。習志野市新型コロナウイルスコールセンター相談、0570-002-322、開設時間についてはこのような形です。で今は相談のみでございます。で、じゃあいつ何がって話なんですけども、この電話番号が、
新型コロナウイルスワクチンの予約の電話番号にもなります。ただし、今日入った情報によりますと、どうやら予約の開始自体4月にずれ込みそうだと。で、先に、接種券の発送についてもですね、国の今のところの通達等によりますと、前回の動画では3月下旬ってなってたんですけど、3月31日に発送できればっていうような形になっています。で、発送されて到着してから予約開始なので4月にずれ込むだろうということで、国からの通知が来ております。ちょっと遅れてしまっていますけども、ご理解ください。で、接種会場につきましては、本日現在ですけども、市内各診療所、99箇所ある中で57箇所前回より増えております。で、特設会場につきましては体育館4病院、前回の動画の説明の通りです。で、接種券の発送は住民基本台帳に記載された住所へ発送いたしますので、変更がある場合には必ず連絡をしてください。この電話番号で結構ですから、必ず電話いただければというふうに思います。で、他にですね、今日緊急情報サービスメール等でですね、このような、これは中身の文面なんですけども、経済支援について市内飲食事業者の方に、重ねてのお知らせですけども、期限が近づいてきましたのでお早めに申し込んでくださいというお知らせ、そしてワクチン接種について今言ったような内容、そして感染状況が、今先ほどから言っておりますように増えてきましたというお知らせ、この3つにつきまして、メール等で同時配信をいたしておりますので、ご確認ください。メールとあとヤフーの防災情報等でございます。ということで、以上いろいろとお知らせをいたしましたけども、とにかく急増しているという局面で、今一度まさに兜の尾を締めるというようなことでしょうか、あるいは油断大敵ということでしょうか、とにかくですね、皆さんそれぞれの思いの中で、もう一度この感染対策しっかりやっていきましょう。国が提唱する新しい生活様式を要約した次の習志野市の新しい4つのルールです。非接触、なるべく触らない、触ったら消毒手洗い、適距離、とにかく意識してなるべく離れる、計画的、空いてる時間、予約の活用、3密回避、とにかく計画的に油断しないで動きましょう。そして、非飛沫、向かい合わない習慣、惜しまず換気しましょう。これらを皆さんで普及 してください。で、この感染症はとにかく人の交流、人流が多くなると起こります。ですので、不要不急の外出は控える。この考え方は逆に言うと、必要な人流に譲ろうという言い方もできるかというふうに思います。今私もとにかくそういうことを意識して、連絡は基本的には、電話とかメールとか、あるいはズームを使ってとか、そういうことにもう集中しています。中にはなかなかこう最近直接会えないね、話せないねというような声もありますけども、でもそれは意識して、感染対策本部長として、人流に加担しない、必要な人流が必要な方に対して、私の人流の分を使ってほしい、そういうような思いでおります。制限されている中で非常にいろいろと窮屈な環境ではありますが、それぞれ皆さん今一度いろんなことに思いを馳せて基本的な感染対策しましょう。次回の発信は3月5日金曜日です。チャンネル登録もお願いいたします。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、移さないためにかからない、よろしくお願いいたします。